いや、あのさ、もうどん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 飲んじゃってるんですけど、まだ、まだ飲んでもいいんですか？そうですね、非常に危険な状態に入ってきましたけども、あの次、これだけちょっとぜひ、井上さんと吉田さんに飲んでほしいというのを持ってきました。ありがとうございます。東川町の道桜酒造さんの夏の限定酒、夏の濁りっていう、これも限定ものなんですけども、手に入らないんじゃないですか？これがですね、あの5月に入ってからの限定ということで、たまたま今回、あの見本のすり上がりをお届けしたときに発売したということで、あの買ってきたんですが、去年飲んで私驚愕したお酒、日本酒でして、ぜひちょっとと思うんですが、開け方が難しくてですね、ここに海鮮注意って書いてあるんですが、ちょっと発泡がすごいので、ガスが、そうです、ちょっとずつガスを抜くっていう作業が必要なんですけど、ちょっと大丈夫でしょうか？はい、ちょっと時間かかる感じになると思いますけども、はい、ちょっとで、はい、開けて戻すみたいな感じで、はい、ちょっとやってみますね。はい、で私ガードします。いや、そんなにいかないです。そんなにいかないと思うんですけど。ですぐ戻して、上がってきますよね。ここで上がってきますね。来てますね。これちょっとごめんなさい。これを5分間ぐらい繰り返すっていう書いてあって、いつ飲めるの？吉尾さんが編集でまずタイムラプス風にしてくれるから大丈夫。ちょっとずつやっていって抜かないといけないぐらい珍しいですよね。こんだけ発泡してる。お酒多い中で、ね、ワインとかのね、上がってきましたね。はい、まあ、シャンパンだよね。すごい。道桜酒造さん、やっぱり岐阜県から北海道東川町に来た、まあ珍しいですよね。あの公営の 酒蔵ということで、東川町さんが支援完全にして、で北海道に来る酒蔵さんいませんかっていうふうにして、そうなんですね。それに応募されたということで、もともと岐阜県では140年ぐらい、実は一番古いというか、はい、すごい歴史やって出した、ところなんで、僕はお酒作りやっぱすごいんですけど、140年岐阜でやってたのによく北海道来ましたね。いや、ほんとすごいと思いますね。決断がすごい。でやっぱり蔵がなんかちょっと老朽化しちゃったりとか、あるいは温暖化の影響とかがあって、で、まあ、思い切って蔵ごと丸ごと移動しよう、人間もですね、それも全国的にそんなにない。いや、ないです、まあね、ほとんどないと思いますね。はい、すごい大胆。いや、もう道の駅で手に入れようと思っても、なかなか手に入らないなってきてますよ。そうなんだ。でやっぱり東川町さんすごいのが、やっぱり水がね、もともと大雪山系の水道が、ね、ないと水道がゼロ、ただっていう、東川町さん、はい、水がすごいいいところであるのと、それからあのお米どころなんですね。あ、そうかそうか。なんで地元の JA の方とかもすごい支援して、その道桜さん用、に酒米を育ててというような連携になってるらしくて、それがやっぱすごいな。どうぞ、もう一回やっていいですか？はい、もちろんお願いします。あれですよね、天皇の献上米、東川町で。あ、そんな、もう昔からめちゃめちゃ優勝あります。だからまあ米どころで、それでさっき言った酒米を、ベテランの方が作ってるので、それはやっぱりね、あとはもう美味しくなるしかない。山田さんという倉本東司さんがの腕が素晴らしいんで、すごいお酒がどんどんできて評判になっているという感じです。で、まあ、その中でもこれはちょっとレアな、これちょっとなんか変わった、ね、生原酒、ね、これいつ飲めるんだと。だいぶいいとこ来たんじゃない、まだ、ね、ちょっと待ってくださいね、もう少し引きつけて、はい、ちょっとやっていきましょうね。はい、一応このお酒も紹介してます。はい、はい、こちらもね、ラベルを紹介しているということなんですけれども、はい、じゃあこれが飲める状態になるまで違うお話をしましょうか。うね、はい、野田さんは今回いろいろこの本をきっかけに日本酒の蔵もこう回られたんですけども、はい、なんか先日なんか男山の蔵開きみたいなの、そうですね、取材にご協力いただきまして、はい、みんな蔵の皆さんにですね、ありがとうございますということなんですけど、はい、それとはまたちょっと取材終わった後にですね、個人的に、すごく興味が湧いたので、今年の2月に、蔵開きイベントをやった男山さん、はい、まあ、一日のファン感謝デーみたいなのをやるんです。毎年やってるんですか？それがコロナ明けで久々にやったんですけど、それにまあ勝手に私が行ってみたりとかして、で現地で飲んだりとかして、どれぐらいの人が参加？これがですね、9000人ぐらい来るっていうすごいイベントだったんですね。はい、そんなスペースあるんですか？いや、男山さん結構大きな工場なので、はいはい、工場の中を開放してるんですけど、で10時からっていうことだったんで、まあ、JR でお酒飲むんで行ったんですけども、もう10時に着いた段階で、もう席が、なんですか、野外に設けてる席が全部埋まってまして、すごい
で無料で試飲できるこうブースが並んでてですね、お酒タダで飲めちゃう、はい、そこにもうみんなこうなんていうか紙コップでこうどんどんもらっていくような危険なスタイルになってて、ね、飲みすぎちゃうんですね。2月の旭川なんで寒いですね、氷点下マイナス6度っていう非常に危険な状態の中、行った日は天気はどうですか。いやすごいあの晴れてたんですけど、うんうん、寒いですよね逆に。マイナス6度なので、うん、あの調子乗って飲んでるとですね、うんうん、非常に危ないことになりかねないという感じなんですけど、なんか結構危険な状態になった方も参加者もいらっしゃって、はい、でまあ、ちょっとあれですけども、その、ね、その場でしか飲めないお酒とかっていうのをご用意してまして、それやっぱりどうしても飲みたいとかどうしても買いたいっていうことになって、はい、あと面白かったのが何でしょうね、本当にその辺こう外にひっくり返したなんていうんですかね、椅子座ってテーブルでも簡単なもので用意してるんですけど、みんなおかずっていうかですね、おつまみ魚を持参してきて、お花見みたいなですね、こうそのテーブルに広げてですね、で無料シーンを繰り返すっていうフェスティバル状態になって、まあ、ほぼもう宴会がそこらでやってると。で場内 の、 芸人さんが、うん、MC で場内を回ってらして、そんなこともはい、したらなんかコンロ持ってきて湯豆腐してる人とか、うん、なんかおかなり無茶してる人とか、熱を突っ込まれてありましたあとやっぱり北海道のライフラインで成功マートさんでおかずを買って、はい、そこでこう広げて、うん、おかずをいただきながらお酒をいただくっていうような、ね、成功マートさんなんか予約するとね、そういう、はい、オードブルっていう、とっても楽しいというか、すごいイベントが旭川に根付いてる感じしますね、はい、やっぱりその地元の、うんうん、なんでしょうかね、方のファン感謝でみたいな意味だと思うんですけど、うん、結構有名で世界中から来るらしくて世界から私も実際にいろんな外国の言葉が飛び交う中、はいはい、で行ってきましたけども、うん、はい、まあ、今回ほら本のね、はい、英語名タイトルつけるときに、はい、最初はなんかなんてつけてましたっけ、英語なんか結局に酒、日本酒は酒、ね、酒が、はい、まあ、世界に通じること、最初はリカーでやってたんですけど、アルコールで、はいはい、もう酒で、うん、通じるよっていうことで、うん、はい、監修の人に、はい、教えてもらったので、はいはい、酒にしました、ね、まあ、もう日本酒はそのぐらい世界の方にはもう酒ということで知られている、はい、男山さんはもう全、うん、世界中に輸出をだいぶ前から昭和の時代からやってらしたので、なんかコンクールに出されたりとかしてますもんね、はい、だから有名だと思います、うん、はい、やばいね、今円安でさ日本人飲めなくなる日来るかもね、うんうん、ああそうかもしれないですね、美味しいものはねどんどん買われちゃうよ、頑張って我々も飲まない。いや男山さんやっぱりそれと地元密着みたいな両方やってて、うん、こういう瓶を持っていくと交換してくれるなんか、うん、制度やってたりとか、うんうん、ポイントになる。そうですね。それとかもちろん水をなんですかね、無料で仕込み水を飲めたりとか、そういうやっぱり結構地元密着と両方やって出してるのがすごいなと思います。でこれはいつ頃飲みそう？今もう3回目で5分ぐらい繰り返すっていうふうに書いてましたんで、いつ開けれるんでしょうか。だいぶ弱くもうまだもうちょいですかね。結構来るね。もうじゃあもう来た？いけるかな。あ、ダメだ。とじゃ次の話に何かありますか。何かありますか。で、その蔵元開きみたいので、はい、なんか福司さんのこの間行ってきた。そうですね。先ほど飲んでた、はい、福司さん、これはそれ行って買ってきたんですね。はい、これはそこでしか買えない。はい。このタレ口ってどういう意味ですか。そうなんですけども、不思議な名前なんですか。いわゆる船口って言われてるものなんですけど、はい、船口は聞いたことあります。日本酒ね、お好きな方はご存知かもしれないですけども、はいはい、お酒を絞る機械で船っていうのがありまして、うん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 、そこからもう市場に出てくる、まあ、雫というか絞りたて的な、はいはい、っていうことなんで、まあ、中身が生きてるので、うん、なるほどなるほど、そういうことっていう感じですね、うん、もう美味しいですねこれね。なるほど、はい。でその福塚さんの祭りは9000人ぐらい。福塚さんは、はいはい、もうちょっとなんでしょうね、はい、アットホームな感じではあったんですけども、はい、私は実質の父親と一緒に行きましてですね、はい、これ10本、はい、1人10本なんで10本買って限定で、はい、買って、うん、あとは無料シーン飲んだりとかしながらということで、うんうんうん、まあ、各地の酒蔵さん、はい、コロナ禍では、そういうイベントを自粛されてたんですけど、今年ぐらいからようやく本格的に前の
なんか状態に。確か小林酒造さんもね今年やってましたね。そうですね、やってらしたと思うんで、まあ、それ結構楽しみにしてる方多いんだなっていうか、面白いなと思いました。なんか季節感もあるしね、はい、春になるみたいな、ね、そうですね、はい、いわゆる缶作り、うん、冬に作るお酒のところは大体まあ2月とか4月とかそういう感じでイベントをやるという感じでしょうかね。はい、でこちらどうでしょうかね、そろそろでしょうかね、まだですかね、これさ終わるまで飲めるかな。いやー5分だよね、すごいですよねこれね。いやー散らされる感じがあれだね、炭酸のこう前通りドバーっていった方がいいのかもしれないですけど、 YouTube 的にはちょっとこれ要するにもったいないんで中で発酵してるとか、いやどういうことなんでしょうね、ちょっと ね濁りね、夏の濁りというお名前なんで生きてる感じがします、ね、ほらすごい上がってくる、ね、あーダメダメダメ、ちょっと待ってくださいね、いやいや何分待ちますよ飲めるまでは、いやなかなか手間かかりますね。そうですね、ここにね、はい、書いてますもんね、外線注意、はい、これあの別に紙で注意事項があって、はい、開け方が難しい、ネジ線を何度か開け閉めしてガスを抜いてください、ドンとカーニバルとか、いやそうですね、はい、祭りじゃねえんだよ、そうですね、本当カーニバルだから、はい、遊びじゃない、そうですね、あの本当だ書いてある、シャンパン的な味にしないでねっていうことです、ね、いやそっか、もったいないんで今こぼれないように、こぼれないように我々これだから下手したら半分ぐらいなくなっちゃうのかな、危険な状態でございます。でも能登さん今回初の著書ということで、はい、なんかご苦労だったり、はい、なんかこう困ったなとかって窮地みたいな、はい、今回はだからそのラベルのスキャンが大変だったって、まあどういう本になるかっていうのが実は企画を立てて、まあページの台割りっていうのを作ってやったんですけども、まあ、あんまりイメージができてないと先行する本が他の例えば地域とかにないもんで、類書がないですね、だからかなり手探りな状態で制作を進めたのが難しかったですね。だからとても丁寧にこうスクラップされてる高野さんのスクラップから1個ずつ、うんうんうん、剥がしてですね、うん、でスキャンでスキャナーでスキャンしてというのを繰り返したんですね。そのスキャン自体も能登さんがやられた、スキャンは私も自宅のスキャナーでやりました、だから多分500点以上あるんですかね、今回乗ってない500点だからもっと恐れ、そうですね、あのすごい綺麗ですよね鮮明、やっぱり印刷会社さん藤田印刷さんすごいなと思いますけど、もうスキャンした人がいいんじゃないですかねでもともとどのなんでしょうかね、ラベルを載せるかってことについてもあの私社長にも入っていただいて、スタッフで、はい、あの選んでですね、これがいいこれがいいんじゃないかみたいなのをの、まあ、会議というか、ミーティングもやりながら選んだ厳選されたものが今回載ってます。結局今回何点ぐらい載ってるの、はい、約500点ですね掲載したのが、はい、だそれもやっぱりかなり絞って絞っての500点なんで、はい、でもそれを全部スキャンしたのかすごいな。スキャンしました、じゃあちょうど去年のお盆の時期にとにかくまあスキャンしちゃおうと思って、基本的にはもうパンツ一丁と T シャツで家で1個ずつ作業するっていう、何をしてるのかなとは思いましたけども、まあ形になってよかったですね。それは出来上がったのが嬉しかったです。まあ綺麗に出てよかったなっていうのと、はい、まあ確かに先ほどね指摘してもらったように印刷師さんもかなり頑張ってね調整してくださったんで、まあそれもあると思う。いや古いのとかもっと破れてるのかと思いましたよ。いや結構破れてるもの、まあ修正したものと修正してないものあるんですけども、破れて乗ってるのもあります。そうですね、まあ当時のままっていうのもあるんですけど、いやその結構これ剥がしたりするの大変なので、いやだからやっぱり高野さんの技術もあるよね。そうですね、であとそのこういう紙物のコレクターの皆さんの、今回ご協力いただきましたけども、そういうネットワークもあるんだなっていうのも分かりましたね、はい、なんかコレクターの方はやっぱりなんか自分が複数持ってるのをね交換したりとかそういうふうにして、はい、自分のコレクションを増やしていったりとかね、はい、実はそのアジサさんで以前に出されてるマッチ、あ札幌マッチラベルグラフィティあります、はいはい、の上ヶ島さんもご協力いただいておりましてですね、上ヶ島さんのルートでご紹介いただいてというのは流れがありましたので、こういうコレクターの皆さんのですね、あのネットワークを今回お借りして作ったということですね。それは本当にそれがなかったらこの本はちょっとできなかったですね、さあそろそろかな、もういけると思いますか。いやわかんない。いやでもだいぶ、いやだいぶ抜けてきましたね。でもまだ上がってきてるね。いやもったいないからね、ちょっとね、こぼさないようにね絶対にね。
もちろん、ね、ちょっと開けといてほっといてもそうですね。やっぱ上がってきちゃう。閉める感じにした方がいいですね。はい、わかりました。お預け状態が長らく続いておりますが、もう特に大丈夫ですか？いや、まあ、今回の本で、まあ、能登さんが書く蔵元の歴史とともに、はい、北海道全体の、まあ、あの酒造の歴史も調べて書いてくれたんですけども、そうですね、はい、まあ、結局そのね、一時は200以上あった蔵が今16になっちゃったっていう経緯としては、まあ、その酒造史の中にも書かれてましたけど、やっぱり戦争の影響もかなりあったんですね。そうですね、はい、実はそのちょっと道北の旭川に第七師団がいてですね、はい、大正時代になって、うんうん、まああのゴールデンカムイ軍隊の時代ですけども、はい、軍隊とお酒っていうのも関わりがやっぱりずっと深いので、なんで旭川で、酒蔵が増えたっていう経緯があるんですけども、うんうんうん、はい、なんでその旭川の北鎮記念館さんですとかにも今回ご協力いただいて、うんうん、珍しいラベルとかを、うんうん、あの紙面の中では紹介してますけど、はいはい、やっぱりそういう歴史のこう波地ですね、うんうん、酒造家たちというか、そっか、もう、お酒も世間 の、 その流れとは無縁ではいられないで、うん、戦後に復活できたところもあれば、うんうん、そのままなくなっちゃった銘柄も結構多くて、うんうん、そこでやっぱりガクンと下がったんですね、うんはい、そうか、統一されちゃったんですね。そうですね、あの戦争の時にあの、まあ、国のお酒だけであらゆる業種でそういう統合が行われて、はい、合体させられたんですね。そうですね、はい、でその後こう分離独立して元に戻ったところもあれば、うんうん、そのままなくなっちゃった銘柄なんかもあって、うんうん、それがかなり減った大きい。そうですね、そっからで、まあ、昭和の実はその30年、うん、40年ぐらいは、うんうんうん、まあ、高度成長期の時はちょっと増えて50何件ぐらいになってるんですね、はい、まあ、それはまあ需要が増えた、ね、そうですね、はい、に合わせて増えたのがあるんですけど、うんうん、実はその後こう下がっていっちゃったと、うんうん、消費量もあの含めて生産量も含めて、まあ、お酒もね、その日本酒だけじゃなくてウイスキーとかいろいろその他の飲み物が増えていって、まあ、例えばウイスキーの水割りが飲むとか、うんうんうん、そういうトレンドもありますね。そうですね、お酒の嗜好も変わってったのもあって、うん、っていうことだとは思いますね、うんはい、今はもうね、和食には欠かせないものとしてね。で昔ってやっぱりあのお燗をつけて燗をつけて飲むのが日本酒普通だったですね、うんうんうん、まあ、それが普通の飲み方です、はい、今は結構こういう冷やして飲むっていう吟醸が主になってるんで、うんうん、ちょっとまた違う飲み物って言ったらあれですけど、うんうん、違うあれなのかなと思いますね。飲み方が変わっちゃったんですね、はい。さあ、そろそろどうでしょうね。まだかな。あ、来てますね、結構ね。あ、なんかでも一時期よりはだいぶパワーが、溢れるパワーが減ってきたような気が。まだかな、まだかな。じゃあ、先にちょっとこちらを。あ、いけた、うん、やりました、開きました、ついに。では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 、はい、じゃあちょっとよろしいですか。いいですか、すいません、これ同じ、やっぱシュワシュワあれですけど、シュワーって言ってますね。おお、ちょっと白濁してます。はい、もう濁りのお酒なんで、吉田さんも、はい、はい、よいしょ、はい、ありがとうございます。夏の濁り、まだね、夏には早いですけど、ちょっと一足早く夏の気分をと言います。じゃあ、もう一回、では改めてお疲れ様でございます。何回やるんだ。いただきます。これなんかジュースみたいな、すごいアルコール感が意外に来ないんですね。これ日本酒なんですよ、びっくりしませんか。アルコール度数14度、 14% ちょっと低めだけど、ね、はい、泡のせいなのかな。すごい口当たりがいい、まあ、生原酒ということは生きてるものなんで、ね、スイスイ飲んじゃ危険です、非常に危険なお酒、うん、シャンパンだね、うん、この泡の感じ、こんだけ発泡感あるのもすごいですよね。ワインよりも全然やっぱ旨味が強い、甘みがやっぱり美味しい、やばいですね、旨みがあるから、非常に危険なあれです、うん、これはまたワインともちょっと違うよね、うん、だからこんだけ多様な、うん、何でしょうかね、日本酒の味わいがあるんだっていうことでちょっとびっくりしたんですよね、うんうん、はい、これは貴重なもの、ありがとうございます、
でもあのこの炭酸っていうか発泡性のものはガスがこう胃の中でアルコールの吸収を促進するらしいんですよ。あ、そうなんですか。なんでこの、 あの発泡性のやつは結構回るのが早いそうなんでちょっと注意した方がいいかもしれない、ね、そうですね。ちょっとじゃあ自分で手弱であれですけども、続き、はい、ちょっとグイグイ行き過ぎじゃないですか、ね、まあ開けちゃったんでね、飲んじゃわないとこれ発泡なんで、ね、はい、確かにね、はい、ということで、まあちょっと今回の野田さんの初の著作、北海道地酒ラベルグラフティについていろいろ内容を伺いましたが、ありがとうございます、まあ、最後にちょっとこのまとめをしたいなということで、はい、まあ、今回のちょっと本の、ことについて最後に野田さんから、ちょっとお言葉をいただければなと思います。ありがとうございます。ちょっと用意してきたんで、はい、はい、お願いします。よいしょ。先ほどもちょっとお話はしたんですけども、アリシャの和田社長をはじめですね、井上さんを含めて、想定家の方も含めてですね、津田さんも含めて、はい、みんなで選んだ厳選したラベルのバラエティがあるので、その辺をちょっとまずはそれを見ていただきたいなというところですね。はい、でこういう紙物のコレクターの皆さんのご協力もいただきましたが、これが非常に沼であるということですね。面白い、このコレクションアイテムとしても面白いんだっていうところにも、はい、この間ね、上ヶ島さんにお会いした時に聞いたんですけど、そのいろんな紙物コレクターっているじゃないですか、はい、そしたら請求書の封筒って中が見えないように裏側に模様を振ってるんですよね、はい、その模様だけ集めてる人がいる。それは気づかなかったと。だから本当沼です、まさに、うん、今一番あれですが、絵はがきが人気なんですかね、うん、多分神谷さんによると、うん、なるほどだと思うんですけど、はい、例えば箸袋を集めてる方とか、うん、いろんな方がいらっしゃって、うん、神谷さんのコレクションで言えばほらバナナに入ってるシールを、ね、はい、集めてるとか、うん、風刊誌ですね、なかなか思いつかないようなことをね、うん、やってらっしゃる、ね、だからこれも本当にすごい深い世界というか、うん、沼の世界。結局長い目で見るとこうやって昔のものを今にね残してくれるっていう、はい、すごく貴重なコレクションが、ね、生まれるわけですね、はい、なんで、まあ、今もね新しいラベルがどんどんどん生まれてまして、うん、商品なんでね、はい、まあ、印刷これを取っておいて50年出すとまた貴重になるということですね。お酒売ってる市販店さんに行くとですね、わ、うん、ーっと並んでてすごいですね、うん、今もう印刷技術の粋を尽くしたですね、うん、まあ、いわゆる白押し、ギラギラの白押しですとか、もうホログラムですとか、特殊なものがかなりね、はい、増えてますよね、まあ、カードみたいな、なんていうんですか、遊戯カードみたいなものもあったりとかして、でその中で、まあ、お酒そんな詳しいわけでもないので、うんうん、なんで選ぶかっていうと、うん、本当にそのジャケ社買いじゃないんですけど、うん、もう、こう、まあ、ラベルに一目惚れしちゃうみたいな、グッときたものを選ぶっていうことで、うん、ちょっとお酒やってたので、うん、そのった意味でもですね、うん、新しい視点がラベルに注目というのが生まれればなと思います。今までは味メインだったけども、まあ、味もそうだけどラベルにもちょっと注目してほしいな、はい、やっぱり飲んでみないと分からないっていうのもあるので、うん、その本当にラベルでジャケ社買いっていうのもね、うん、ありかなと思いますよね、うん、はい。まあ、もう一つはやっぱりこう北海道にね、こういう酒蔵がたくさんあって、そうですね、まあ、応援したいっていうのもありますよね、はい、もともとが和田社長の方からも北海道のお酒を応援したいよということで、まあスタートした企画でもあるので、はい、それも今回の本を通じてですね、そうですね、はい、やっぱりこういう歴史を持ってるってことを知った上でまた飲むとなんか味わいがね深くなるのかな。北海道のお酒がすごく美味しくなっているという評価も高いので、うん、ぜひいろいろ飲んでみていただきたいし、うん、倉本さんにも訪ねていただける機会になればなと思いますね。伺ってほしいですね、はい、そういうきっかけになればいいと思います、はい、あと大丈夫でしょうか。そうですね、はい、宣伝だけ最後にじゃあいいですか。はい、まあ、これでお酒に興味を持ったもんですから、うん、自分のノートを今作りまして、なるほど、北の酒クローリングというタイトルでですね、はい、私が勝手にお邪魔した、はい、日本酒だけじゃなくてですね、うんうん、いろんなお酒の酒蔵さんですとか、うん、酒造所、お酒のイベントを北海道のものを紹介するっていうのを作りましたので、うん、ぜひご覧いただければと思います。ノートで作ったらみんなこう紙にこう書いてる人も、まあ、そういうちょっと方もいる、はい、ノートってサイトですね、そういうサイトを作りましたので、はいはい、これどうやって検索したら、はい、あと後ほど QR コードを吉尾さんに送るっていう、なるほど、これは変に送るわかりました、はい、ぜひご覧いただければなと思います。こちらの方でお願いいたします。課金されるんですか。無料です、もちろん無料です、今のところ無料です、はい、
ということでそちらもぜひ、はい、よろしくお願いします。合わせてご覧いただきながら、北海道地酒レベルグランセリーをお楽しみいただければと思います。やっぱりさんこの本見ながらこう酔っ払うのいいよね。あ、いいですね。あ、それもうやってる方がいてすごい楽しいって言ってましたですね。はい、お酒飲みながらぜひ読んでほしい。ゆっくりこう飲みながら自分で見ながら各地のねものを見るというのがいいですね。そのページはそこの地酒を飲んで読むとかね、こだわりの飲み方を教えて、ね、はい、楽しんでいただければなと思います。野田さん今日はどうもありがとうございました。じゃあこれにて終了いたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。